イン・因イライさんは、谷崎純一郎の随筆。まだ伝統がなかった時代の今日と違った日本の美の感覚、生活と自然とが一体化し、真に風魔の骨髄を知っていた日本人の芸術的な感性について論じたもの。谷崎の代表的評論作品で関西に移住した谷崎が日本の古典回帰に目覚めた時期の随筆である。 西洋の文化では可能な限り部屋の隅々まで明るくし、陰影を消すことに執着したが、イニシエの日本ではむしろ陰影を認め、それを利用することで陰影の中でこそ生える芸術を作り上げたのであり、それこそが日本古来の美意識、美学の特徴だと主張する。こうした主張のもと、建築、照明、紙、食器、食べ物、化粧、脳や歌舞伎の衣装の色彩など、 多岐にわたって陰影の考察がなされている。この随筆は日本的なデザインを考える上で注目され、国内だけでなく戦後翻訳されて以降、海外の知識人や映画人にも影響を与えている。雑誌、経済往来の1933年12月号と1934年1月号に連載された。単行本は1939年6月に、 草原社より観光された。谷崎潤一郎は1933年当時の西洋近代化に邁進していた日本の生活形態の変化の中で失われてゆく日本人の美意識や趣味生活について以下のように語りながら最後には文学論にもつながる心情を綴っている。今日の日本では純日本風の家屋を建てて住む場合、 近代生活に必要な設備を退りけるわけにはいかず、座敷には不似合いな電線コードやスイッチを隠すのに苦慮し、扇風機の音響や電気ストーブを置くのにも調和を壊してしまう。そのため、私は高い費用をかけて大きな色々を作り電気炭を仕込み、和風の調和を保つことに骨を折った。トイレや浴室に関しても、元々の日本の木造の風呂場や川屋では、けばけばしい。 真っ白なタイルは合うはずもない。今も残る京都や奈良の寺院では、おもやから離れた植え込みの陰に掃除が行き届いた川屋があり、自然の風光と一体化した風情の中で四季折々の物の哀れを感じ入りながら朝の弁通ができる。漱石先生もそうした川屋で、毎朝瞑想に単ながら用を足すのを楽しみにしていた。我々日本人の祖先はすべてのものをしかし、 不潔である場所をも帰って風流でガチのある場所に変貌させ、花鳥風月の懐かしみの連想へ誘い込むようにしていた。西洋人がそれを頭から不上扱いに決めつけ、公衆の前で口にするのも意味のに比べ、日本人は真に風河の骨髄を知っていた。近代的なホテルの西洋便所など実に嫌なものである。照明や暖房器具、便器にしろ。 近代文明の利器を取り入れるのには無論異論はないが、なぜそれをもう少し日本人の習慣や趣味生活に合致するように改良しないのか疑問である。アンドン式の照明器具が流行るのは我々日本人が忘れていた髪の温かみが再発見されたものである。もし東洋に独自の別個の科学文明や技術が発達していたならば、もっと我々の国民性に合致したものが生まれ、 今日のありさまとは違っていたかもしれない。仮に万年筆というものを日本人やシナ人が考案すれば、穂先は必ず毛筆にしたであろう。そしてインクも墨中に近い液体で、それが軸から毛の方に滲むように工夫したことだろう。髪もけばけばしい、真っ白な西洋紙ではなく、その筆ペンの書き具合に合ったキメを持つ和紙に似たものが要求されたであろう。 そして漢字や金文字に対する愛着も強まったであろう。西洋では、食器でも、宝石でもピカピカに磨いたものが好まれ、シナ人が玉という鈍い光の石に魅力を感じたり、日本人が水晶の中の曇りを喜んだりするのとは対照的である。東洋人は、銀器が時代を経て、黒く錆びなジムをもむきを好み。 自然に手の油で器に味わいが出るのを支度、慣れと呼んで、その自然を美化して風流とするが、西洋人は手垢を汚いものとして根こそぎやわき立て取り除こうとする。人間は本来東洋人がめでたような自然の手垢や時代の風合いのある建物や器に癒され、神経が休まるものである。病院なども日本人を相手にする以上、真っ白な壁や、 治料服をやめて、もっと暖かみのある、クラミアやわらかみをつけたらどうか。最新式の設備のアメリカ帰りの歯医者に行って、おじけを感じた。私は、昔風の時代遅れのような日本家屋の歯医者の方に、好んで通った。日本の漆器や金巻きへの道具も、日本の陰影のある家屋の中で生え、より一層の美しさを増す。我々の祖先が作った、生活道具の装飾などは、 そうした日本の自然の中で培ってきた美意識で成り立っており、実に精緻な考えに基づいている。日本人は陰影の濃淡を利用し、その美を考慮に入れ建築設計していた。美は物体にあるのではなくて、物体と物体との作り出す陰影のあや、明暗にある。日本が西洋文化の行く手に沿って歩み出した以上、日本人の趣味生活や、 美意識が軽んじられ薄れてゆくのは仕方がないことであるが、我々日本人に課せられた損は永久に背負っていくものと覚悟しなければならない。私は日本人がすでに失いつつある陰影の世界を文学の領域に少しでも呼び返してみたい。壁を暗くし、見えすぎるものを闇に押し込め、無用の室内装飾を剥ぎ取り、試しに電灯を消したそんな絵が一軒くらいあっても、 よかろうと、私は思う。関東大震災をきっかけに、東京から関西に移住した谷崎純一郎は、それ以降もずっとその地方で暮らすことになったが、それは、震災後の東京から、昔の江戸情緒が失われたことへの不満も大きかった。震災直後に住んでいた借屋は、洋風建築の家であったが、1 9 2八年、頃は、兵庫県向郡岡本梅の谷に、 和洋中が混ざった新居を建築していた。そこでは、谷崎の和洋中に引き裂かれている美意識が垣間見られ、その家で執筆された、タデクラウム虫では、洋から和へ移行していく谷崎の意識の変化が読み取れる。その後に、この評論、陰影さんや、傑作の春金賞が書かれ、その2年後から、源氏物語の現代語訳。 純一郎役源氏物語の執筆を始めている。インウェイライさんは日本国内だけではなく、戦後1955年にアメリカで一般読者向けに翻訳され、谷崎純一郎の名が英語圏で広く知られることになり、その後フランスでも翻訳され、フランス知識人に大きな影響を与えた。ミシェル・風光はインウェイライさんを友人のジャン・ダニエルから送られて読み、 その陰影の美学と工学に影響を受けて、自身の思想への示唆を感知している。ジャン谷崎の本を送ってくれてありがとう。本当に素晴らしいテキストです。美について語っているテキストがそれ自身美しいことは、本当に稀です。美こそまさにこのテキストが語っていることです。しかも、このテキストには、美の形そのものがあります。濁り水に刺した光のような美が、 ミシェル・風光、真理の歴史、清水義則は、谷崎に及ぼしたアンディ・ベルクソンの影響を指摘しながら、谷崎の作品に参見されるプラトニズムを考察し、谷崎のインウェイライサンでも語られる、有限の美のイマージュや空想の世界が、ベルクソンが物質と近くの間に見出した、持続された記憶としてのイマージュに近いものだとして、谷崎の思考には、 後のジルドゥルーズのベルクソン理解に通じるものがあると解説している。ヨモダ・イヌヒコは、谷崎の映画体験や、大正活営のアマチュアクラブなど、初期の日本映画の現場で、脚本家、劇作家として活躍していたことなどを鑑みながら、谷崎が日本的な陰影への探求を深めていった動機を考察している。そして、映画の演出法を解いたものとしても読める。 陰影雷産の洞察の鋭さや英知を指摘し、谷崎はそれとは知らずに、モノクローム時代の映画理論家として、世界で最も美しい書物を書いていたかもしれないと公表している。筒井康隆は、谷崎の他の随筆でも見られる筆や紙へのこだわりに触れ、昭和8年当時に今の筆ペンを作りまで正確に予言していたことに驚いている。また、 最後の文学論とも言える味のある名文の一節をぜひ音読するように進めている。ありがとうございます。